スマイナス30、マイナス30インドネシア空軍のスマイナス30、戦闘機スマイナス30は、スマイナス 27UB を発展させた、複雑多用途戦闘機。ロシアのスホーイが設計し、インドなどでもライセンス生産されている。スマイナス30のナトコードネームは、フランカー C。スマイナス30ムキーはフランカー H、スマイナス 30MKK は、 フランカー G と呼称される。1986年にソビエト連邦では防空軍向けの長距離迎撃機の開発を開始し、1988年に試作機スマイナス27プを初飛行させた。スマイナス27プは量産化に伴ってスマイナス30と名称変更され、機体形状は 基本的に複座型のスマイナス -27UB と同じであるがレーダーは改良型の N001V メーを搭載している。また、スマイナス -30 は指揮官機としての役目、ももち TKS-2 と呼ばれる変体内データリンクを通じて4から5機のスマイナス -27 の完成を行うことができる。スマイナス -30 を複座多用途戦術機としたのが、 スマイナス 30M でテレビ指令誘導システム、対レーダーミサイル誘導システムなどの対地攻撃兵装用システムを装備した一方で、マルチロール化により本来の目的からは外れることとなった。スマイナス 30M の輸出基本型スマイナス 30MK では冷戦集結に伴い搭載電子機器をオプションで西側製に変更可能で、 フランスのセクスタンアビオニック射精パッケージを装備できる。他、インド向けのスマイナス 30M キーは、イスラエル製の電子戦システムを、マレーシア向けのスマイナス 30MKM は、南アフリカ製の警戒システムを装備している。スマイナス37にて研究されたカナード翼と、水力変更ノズルを装備したスマイナス 30M2 が1997年7月1日。 スマイナス 27UB 改造機が1998年3月23日にそれぞれ初飛行した。1998年6月15日にはインド軍関係者へ披露され、これらの要素がスマイナス30ムキーに取り入れられている。1999年8月には中国人民解放軍空軍がスマイナス 30MKK の採用を決定し、 2000年12月から引き渡しが開始された。スマイナス 30MKK 系列は、スマイナス 30K の中では、クラシックと呼ばれるバージョンにあたり、2016年10月に、ロールアウトした、ベトナム向けの2機をもって生産が終了され、まずはスマイナス35と、スマイナス57の生産に集中することとなる。 本国ロシアでは長らく少数のスマイナス 30M2 が訓練用として使われていたのみだったが、2010年代からスマイナス30ムキーに準じたスマイナス 30SM の配備を開始。なお、シリーズとしては第4世代戦闘機のスマイナス 30SM の生産が少なくとも2020年まで続けられる見込みである。 スマイナス 30LL インド空軍のスマイナス 30K。主翼の前にカナード翼がない点や前足がシングルタイヤであることが外見上のスマイナス30ムキーとの相違点。スマイナス 30M スマイナス 30MK カナード翼を追加した三翼機となっているのが外見上の最大の特徴。 この他にもパッシブフェイズドアレー式の N011M、バルス系列の下記完成レーダーや水力、変更ノズルなど、スマイナス35やスマイナス37で実用化された技術がふんだんに取り入れられているが、垂直尾翼は、翼端部が斜めに切り落とされた従来型のままである。 スマイナス30ムキースマイナス30マカスマイナス 30MKM スマイナス 30SM スマイナス35で使用された、翼端部が水平になっている大型の垂直尾翼以外は、従来のスマイナス 27UB、スマイナス30との外見上の異は少なく、カナード翼や水力変更のズルも搭載していない。 夏季完成レーダーもスマイナス27に搭載された N001、明治の発展型である。スマイナス 30MKK ウガンダ空軍のスマイナス 30MK にベネズエラ空軍のスマイナス30、MK にロシア航空宇宙軍のスマイナス 30M、2アルメニア空軍のスマイナス30、SM ベラルーシ空軍及び、防空軍のスマイナス30、 SM カザフスタン防空軍のスマイナス30、SM アルメニアベラルーシアルジェリアアンゴラインド、インドネシアウガンダカザフスタン中国、マレーシアベネズエラベトナムロシアイラン出展、スホーイ諸所性能。ありがとうございます。